陳次革新永人6年10月13日は、鎌倉時代の臨済宗の僧、聖は久、久意忌名は、佐藤志信、武本と合した、臨済宗法党派の本山であった由良広国寺の、解山である。京都歌野に位置する臨済宗兼仁寺派の妙光寺の解山でもある。1206年品濃国筑摩郡上林里に、地頭の常住金久の子として生まれる。 1221年新州都学史の当時まだ神社と寺院が一体であった神宮寺の中学立志にステイ読み書きを習い、1225年出家、特度。29歳の時に奈良東大寺で愚足会を受けた。また、高野山で伝法院寺学物や正も院、道のりらから新言密教を学ぶ。また今後三昧院の太鼓業有に、 支持支派上流の大密である、密教禅を治めた。英才の奉仕であった、太公行友は、鎌倉幕府第三代将軍の源の実朝と、大変信仰が深かった。その実朝が、鶴岡八幡宮に、お手源の苦行に暗殺されると、その例を弔うために、高野山に子守金今後三万院の解散となって、いたのである。そしてこの時、宝刀国師は、 源の佐友の霊を弔うために、高野山に来た、桂山慶林に出会うのである。その後、1239年死の太閤業有に、従い鎌倉の呪福寺に移った。1242年山城深草の極楽寺に、道元を訪ね菩薩会を受けた。そして1247年には、上野良殿の長楽寺海山の英才の奉仕である。 1百円栄朝に参じた。しかしその年の9月に栄朝が宣言したので、無本学心は翌年の1248年には、会の新行事に赴いた。栄朝ので子である呪福寺の暮らそうを秋夜に参じた。さらに上京して、陰遁生活をしていた京都少林寺の天おもえ順にもつくなどした。兄弟弟子にあたる縁にの勧めにより日葬を志し、 1249年に、佐藤市議、官名らを伴って、紀伊浦から九州に渡り、博多を出て日葬した。甲州湾港にある、広島蛇山に着き、中国後、大善寺の一つである京山寺に登る。そして、K、さ山では、縁里の師である、無順師範が、すでに自弱していたので、K、さ山の地で道沖に参じ、翌年には、道場山の慶僧女慶に参じた。 その後、アイク王さんに駆け通し、2年ほどその地で修行した。その後、1253年公衆の霊道山五国、二王子の無門絵会に参じて、ついに臨在州容疑派の法を継いだ。そして1254年無門絵会より、無門関、活林独を授けられて帰庁した。1254年6月に、博多に到着した。 そうに滞在すること都合6年であった。そしてそのまま船で木井港に到着することとなった。その後、無本学神は、金剛三万院に寄っていた。そこで死の無門、絵会の著作である、無門関、五体五六を将来した。1258年には、金剛三万院の住職となったが、しばらくして、無本学神は、全城院十字を退き、由良に戻り、時に、 紀伊浦総司党、桂山ラヤの要請によって、西方寺の解散となった。1281年、亀山上皇は、縁理の自弱後、無本学神を、京都落東松林寺に招いて、門法した。亀山上皇は離宮を、改めて全林全寺にしようと、無本学神を解散に招請したが、無本学神はすでに高齢であったため、これを辞退した。その後、 無本学神はテ手ラと南の由良西方寺に帰った。そして1285年、無本学神は79歳の時、内大臣花山院質疑が、長男の追治さのため、北山人数の別業を、改めて見送前寺としていたのを、父質疑の命に従って、寺にて無本学神を迎えることとし、無本学神を解散とした。1298年10月13日、 92歳で、自弱した。亀山上皇、五代醐天皇より宝、法刀禅治、法刀延命国師と、送りなされた。経山上金ら、多くの総当州の僧らと交渉を持ったため、その密教化に影響を与えたとされる。また、後世尺八を愛好したとして、不景宗の祖ともされる。陳次革新が中国からもたらしたと言われる、金山寺味噌は、 京山寺の味噌の製法を模したものと言われている。なお神寺革新は安養寺を改装し、新州味噌を誕生させたという。多くの僧が宝刀国史に参じたが、自襲の改装である一辺も参戦していた。一辺承認語録には、新身を放かして、無我無人の法に返し塗れば、自治必しの神がなしとの記述がある。さらに、一辺は、宝刀国史に禅の因果を受けて、 指定関係にあったと言われる。法等国史行場によれば、高野山剣道法等国史に建山して、公安年規則悟しの前後が与えられたという。一辺の初建山の歌に、となふれば、ふっつもわれもなかりけり、なむあみだぶの声ばかりしてと、死に差し出す。死、見通る在と。ついで一辺は、捨てるわて、身はなきものと思えひしに、寒さきぬれば風ぞみにしむと、 ついに因果が与えられた。ありがとうございます。